アメリカ海軍ミサイル駆逐艦カーティス・ウィルバーが台湾海峡を通過しました。第7艦隊所属の駆逐艦です。今回、この台湾海峡通過の真実を詳しく見ていきますね。中国の度重なる防空識別圏への侵入に、アメリカ側もこれに対抗しています。それに、英空母クイーン・エリザベスが、もうインド洋へ展開する状況をどう見ているでしょうか。香港問題は、世界のバッシングを受けることに。これが常任理事国がすることかな。2021年6月も、アメリカと中国による台湾海峡や南シナ海での相互の武力の示威、行動が連続して行われており、両国の牽制合戦破壊挙に、いとまがないほどの勢いで展開されている。主なものだけでも、まず、6月14日、アメリカ海軍は、大型原子力航空母艦、ロナルド・レーガンを中核とする空母打撃群1ユニットを南シナ海に差し向けて、同海域内での軍事演習を敢行した。その翌日の15日には、中国軍航空機が、1日の量としては、過去最大となる延べ28機で、台湾の防空識別圏内に侵入し、台湾西部側に止まらず、東部側にも接近するルートを飛行するなどした。これら延べ、28機の中国軍航空機には、戦闘機は、もちろん爆撃機や哨戒機まで、多様な種類の機体が投入されており、台湾側も、できるだけ制限している戦闘機による、スクランブル発進を余儀なくされている。そして、22日には、横須賀に本拠を置くアメリカ海軍第7艦隊に配備されている、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、カーティス・ウィルバーが、台湾海峡を通過し、その存在を誇示した。台湾は、自国の領土だとの認識を振りかざしている中国は、台湾海峡を管轄している東部戦区の中国軍を通じてカーティス・ウィルバーに対する警告を発したと発表し、その行為を非難している。その要旨ではアメリカが軍事力をもって台湾海峡周辺海域の安全に脅威を及ぼしていると指摘しており、従来同様にアメリカ・中国双方がお互いの行動を非難し、自らの正当性を主張している状況だ。直接的な武力行使のメリットは、米中ともに薄いと思われるので、従来通りの自国の軍事力の誇示と、その後の声明による非難というお約束の流れが展開されている状態だが、今年は従来と少し異なる点もある。それは、同じく、同月内に行われた先進主要国による G7 サミットや、その後の北大西洋条約機構の会談での声明が、アメリカのバイデン新政権の施策に沿って中国を警戒する方向に表面的には向いていることだ。前トランプ政権に比べれば中国に対して強硬な姿勢は示さないと目されていたバイデン政権だが、現状はそうした予測に反してかなり強硬な追中包囲政策を進めているように見える。これは昨年からの新型コロナウイルスの世界的流行に対して中国の武漢を発生源と見て、同国の在り方に疑義を唱える国が増加していることを利用してのアメリカの主導権確保策とも取れる。オーストラリアやニュージーランドといった南半球のこれまで政治的、経済的に親中であった国々の取り込みと、そこにインドや日本を加えたクアッド、太平洋版の NATO 構想が根底にあるのだろう。日本にとっても、2021年4月の日米首脳会談において、台湾海峡の平和と安定が文言として盛り込まれた声明が出されており、中国をめぐる日米双方の思惑が込められた会談であったことが伺える。そこには、仮に台湾海峡有事が発生した場合、アメリカとしては、全面的な日本の協力を得ようとする意図と、日本としては、尖閣諸島をはじめとする、島嶼防衛に、アメリカの賛同を得ようとする、利害関係の一致があるようだ。これに先立つ2021年3月に、
アメリカ議会の上院の軍事委員会において、アメリカインド太平洋軍のトップ、デイビッドソン司令官が、2027年までに、中国の台湾への武力侵攻の可能性が高いと、言及している。このデイビッドソン司令官の発言が、いかなる政治的意図を持ったものであるかは不明だが、多くの軍事専門家の間では、そもそも、中国が軍事力を行使した台湾侵攻を行う利点は、リスクに比べ少ないとされてきた。この点は、昨今で、急激に情勢が変化したとも言えず、少なからぬ人的、物的損耗を伴うであろう台湾への物理的な武力侵攻は、常識的に考えるならば、極めて可能性は低いと見るべきだろう。逆に、日本の尖閣諸島のように、民間人を含む居住者がいない事実上の無人島に対しては、中国側が上陸することに関して、そうした損耗を考慮する必要がなく、むしろ危険性が高いとも思える。そのため、こうしたケースにも、積極的な防衛策を講じることが困難な日本が、台湾海峡有事というシナリオを前提とすることで、尖閣諸島の防衛へのアメリカの協力を取り付けたいとの政治判断とも感じられる。よかれ悪しかれ、世界中で実戦経験を積んでいるアメリカ軍に対して、中国軍は、ほとんど近年は実戦経験がなく、直接的な武力衝突では、どう転んでも、アメリカに対する優位性は確保できないだろう。そのため、台湾に対しても、中国自身が、超限戦と称しているように、直接的な軍事力を行使するだけではないやり方、2014年に、ロシアが行ったクリミア併合のような動きを志向しているのではないだろうか。アメリカが、これまで、台湾に対して、最新の兵器の輸出を承認してこなかったのは、中国をいたずらに刺激しないことが最大の理由と思われるが、最悪こうした政治的な併合が行われた場合の情報漏洩を危惧している可能性もある。